皆さんこんにちは、カオルンです。こんにちは。今日はね、ラーメンの紹介していきたいと思います。久しぶりですね。久しぶり。最近ね、 JVC ケントさんの製品をね、力を入れてね、まあ、チャンネル登録を伸ばすというこびり野郎をねやっているんですけれども、やっぱりね、ラーメンも好きということでね、今日はやっていきたいと思います。でね、今回はね、皆さんめっちゃ最高ですよ。超最高。僕のね、一番大好きな富田のね、二郎ラーメン雷、なんとね、通販できるの知ってましたか皆さん。今日はね、もう嬉しくてね、通販やったぞっていう感じでね、レビューをしていきたいと思います。ドン雷本店、イエーイ。今までね、僕のね、 YouTube チャンネルでね、セブンイレブンで買った豚ラーメンとかね、あとは僕のね、インスタを見てくれた人はね、しょっちゅう雷ね、行ったことをね、ストーリーに上げてるのを知ってると思うんですけれども、それは今日ね、自宅でついに食べることができるってめっちゃ嬉しいですね。この動画を見てもらってね、ぜひ皆さんにね、家でね、雷注文してほしいと思います。通販としてはですね、雷そばの普通サイズで、でいつも皆さんにお見せするね、ストーリーとかでね、お見せする豚1枚円盤ドーンとね、入ってるのが、まあ、あると思うんですけれども、まあ、それをねベースとしてですね、普通サイズの豚1枚から大盛りの豚1枚になって、豚3枚にして、まあ、普通サイズで、今回僕がね買ったのはね、まあ、最大級のボリュームですね、ラーメン大の、豚増し豚3枚入ってるということでね、僕ね、円盤豚3枚は食ったことないですね。雷豚って言うんですけどね、雷豚、そう、3枚はね食べたことはないですね。でね、本当に嬉しくてですね、今撮ってるのが、まあ、撮影日5月の末なんですけれども、まあね、1週間ぐらい前ですね、もうね届いてたんですね。で、嬉しくてね、3個入りだったんですけどね、もうね2つ、食べてしまってですね、あと1つなんですよ。これはね、早くレビューしないといかんぞというところでですね、急遽撮ります。でね、入っている内容なんですけどもですね、こちらのね、もう最高ですね。やっぱり二郎系ラーメンといったらこれ、このね、極太麺でございます。でですね、あとは、こちらですね、スープ、もうガッチガチですね。冷凍庫に入れてガッチガチでございます。で、この中にね、なんとね、でっかい豚ね、3枚ね入ってるんですよ。でね、これだけだとね、面白くないんで、お店でですね、もやし買ってまいりました。もやしあと、ニンニクですね。ニンニク、刻みニンニクですよ皆さん。おろしニンニクじゃダメですよ。刻みのニンニクをね、皆さん買ってください。はい、ということでね、パーティーの準備は完成しましたよ。完成で、それではですね、早速ですね、キッチンに行って作っていきたいと思います。レッツゴー。まずは先に、こちらの鍋に入れた水、こちらを沸騰させていきたいと思います。はい、ということでね、こちらの鍋、今沸騰したので、豚が入ってるこのスープの素をね、この鍋に入れて、何分だっけな、15分、15分ですね。15分いきましょう。だいぶね、温かくなりました。もうだいぶね、柔らかいですね。いいですね。こんな感じで OK でしょう。次ね、こちらにね、麺を入れていく。麺を入れていくぜ。大体ですね、8分から11分という感じで麺はやっていきます。だいぶね、この麺できてきましたね。すごいな、太いな、ほら、うわ、取りにくい、これ太い。ちょっと混ぜましょう混ぜましょう。ほぐしてあげないとね、麺がくっついちゃって、あと鍋にもね、麺がくっついちゃうのでね、なるべくこうやってほぐしてあげてと。さあ、ということでね、 IH が1個しかないので、もう1回ね、ちょっと冷めたスープをねやってる間に、このね、今水を切ってきたので、この麺をこちらのね、入れ物に入れていきたいと思いますね。入れていこう。あー、汚い今ね、スープをね、最後温めてる間に、この間にね、もやしを電子レンジでやっていきたいと思います。わ、すごい、見て、すごい、全体にね、かけていくのがいいのかなと思います。じゃあ乗せていくぜ。うわ、たっぷり、美味しそうだね、美味しそう、美味しそう。
はい、ということでね、雷そばの完成です。やったで、美味しそう。それでは食べに行こう。ごめんなさい、なんかね、取れてなくてですね、途中。いやー、ミスったー、ごめん。ごめんなさい、もう一回行こうね。こちらね、卵。今回ね、やっぱり二郎系ラーメン、前回の豚園とね、同じようにね、つけてみたんで、やっぱり二郎系はね、卵でしょ。でね、もやし行ってみましょう。いやー、美味しい。なんかね、前回の豚園とね、作り方は一緒なのにね、今回うまいわ。やっぱり雷で肉ですね、ちょっと食べちゃってるんですけどね。いやー、美味しい。大きくてトロトロで最高だね。口の中で消えるわ。うまっ、うまっそしてメインのね、麺いきましょう。しっかりね、スープに絡ましたところをね、取りたいので、これをね、天地返しと言います。そこから取ることを天地返しと言います。いやー、最高。もちもち、めっちゃもちもち。すごいもち米みたいなね、麺なんですよ。美味しい。うどんだね、うどん。最高だね、最高。さあね、卵いってみましょうね。卵、ね、もっちもちのラーメンを卵に投入していく。いやー、最高ですね、卵ね。やっぱ卵爽やかになるね、美味しい。はい、ということでね、今日は雷そばね、ついにね、念願の雷そばやってきたんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。あれ、まだ全然残ってるじゃんって思うかもしれないんですけれども、これね、かなり多い。食べる時間がね、相当かかるので、もう最後のね、雷の一食なんで、じっくり味わいたいと思います。それほどうまいということをね、皆さんに知ってほしいです。でね、この雷なんですけど、もう宅麺っていうね、シリーズがネット通販にあるんですが、いろんなね、ラーメンが集まってて、ただね、そこではね、雷売り切れちゃってるんですね。で、皆さんね、そういう人いるかもしれません。で、実はですね、中華そば富田さんの公式ホームページだったら雷注文することができるので、ぜひぜひね、そちらから応募してみてください。一応ね、概要欄、中華そば富田さんの公式ホームページ貼っておくので、ぜひぜひそちらから飛んでみてください。僕がね、世界のラーメン一番食べてほしい雷、ついにね、やることができました。嬉しい。いつかね、お店でもやってみたいね。なんでね、皆さん、この動画見てくれた人はね、絶対に高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。僕の魂でございます。これからね、至福の時間を味わわせてもらおうと思いますなんでね、皆さんね、ぜひぜひ雷ラーメンお家でね、食べてみてください。遠い人もね、ぜひ食べてみてください。それではね、今日もね、かおるんチャンネルご視聴いただきね、本当にありがとうございます。この動画がね、良かったと思ってくれた人はぜひぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ということでね、また次のかおるんの動画でお会いしましょう。バイバイ。